はい、こんにちは。カンナリ治療院のカンナリです、今回の動画はですね、当院が、ブログでも書いているんですけど、漫画好き鍼灸師のカンナリ京太という題名でブログを書いているんですが、当院にはですね、こんな感じで施術室にもう自分の部屋かというような感じでもあるんですけども、本がいっぱいありますね。ここら辺は新書とか体に関する本とかですね、あとは考え方の本とか、あと治療系の資料なんかもありますが、ここにちょっとなぜか風の谷のナウシカがあったり、ここにですね、オロチドッポが2人いたりですね、ブルース・リー、東方丈介、そして岸辺露伴という感じで、漫画のキャラクターもいるわけですけども、あと、実はもうこっちの本棚の上の方を見ると、漫画が。実は、当院はが目指しているのはですね、漫画を使って、患者さんに気づきを与えてですね、患者さんの、症状はもちろん人生が豊かになっていただくようにしていく治療にしていきたいと思っています。なのでこんな感じで漫画を置いてあるんですけれども、ゆくゆくはですね、もっともっと漫画を増やして、患者さんの気づきになる漫画を、無料でこうねレンタルしていくということもしていきたいと考えております。はい、という内容の動画です。本日も最後まで見ていただきありがとうございます。